皆さんこんにちは、シダル TV CEO 陽介です。本日もですね、東京都町田市にありますドットベースさんにお邪魔をして、三上さんにね、こんな話を聞いていいのかっていう話をずっと聞いておりますが、今回はついに飢え地編、はい、ということで、はい、もうスペシャリスト、ありがとうございます。なので、はい、ウェッジについてちょっといろいろと教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます、まあ、あのメーカー外れましたんで言えないことはないというところで話していきたいと。それこそ僕が初めて三上さんにお会いしたのも、あのプロゴルフ協会のウェッジの講習会 で、ね、はい、で僕にはどういうソールが合うんですかなんていう話、はい、たわいもないところからスタートをしまして、はい、ウェッジで選ぶときに困るのは何なんですか。ソール形状とロフト、はい、ロフトをどういう組み合わせにしたらいいかとか、まああとは形状、まあ、あとは重さとか、それもそれ重さっていうか、まあ、シャフトもそうだし、はいはい、うん、そうですね、どこから手つけたらいいんだろうっていう、うん、顔はっていうかモデルはもうこれはもう好きに、そうです、もうこれ再三申し上げます。これセットウェッジがいいのか単品ウェッジがいいのかみたいな、はい、あ、それもあります、ちょっとそういう、はい、それの考え方みたいなのをちょっと聞きたいなと思うんですけど、はいはい、じゃあみんなが知りたいのはソール形状じゃないですか、はい、そうですね。じゃあソール形状いろいろありますけれども、はい、どれを選べばいいですか。まあ、あの大前提としてお話したいのが一つあって、はい、ウェッジをたくさん入れてください。たくさん、そうなんですよ、たくさんという。三上さんのたくさんは何本、まあ、3本ぐらい入れてください。それはピッチングウェッジは入ってますか。下に、はい、ピッチングウェッジを除いて、例えば5、2、5、6、60とか、うん、このセッティングウェッジも鉄板ですね、はい、そうするとソールも選びやすくなります。なぜかというと2種類入れられたりするので、僕は55度のロフトは多めのものにして、はい、60度はバウンスが少ないものにして、はい、意図的に使い分けてます、はい、要は同じソール入れる人見てるともったいないなと思ってて要は味付け変えたいのになんで同じ味付けにしてるんだろうっていう役割とか意図がやっぱりあるわけじゃないですか。目的に沿ったものにしていただければ、ライの悪いところとかから、はい、そのとりあえずグリーンに乗っけておきたいような時と、はい、グリーンの本当に近いところから飛ばしたくない時と、はい、まあ、飛んでほしい時、飛んでほしくない時っていうのは多分考え方の基本だと思うんですよね、はい、いや、アマチュアなんで、はい、そんな練習時間が取れないわけですよ、はい、だからもうグリーン周りは5、6、1本、はい、5、8、1本みたいな人が多いと思う、はい、僕ももうね、5、8。それで言うと立ってるロフトを選んだ方が間違いは少ないと思うかな、うん、けど5、4をねあんま練習してないから打ちすぎちゃう時があるわけ。うん、だそれは練習しろっていう話になるかもしれないんだけど、それでもやっぱりいっぱい入れた方がいい。あの1本でやる人の方が練習量は必要だと思いますよ。それで処理しなきゃいけないから、はい、そうですよ。その1本で飛びすぎちゃうを飛ばさなくする、はい、飛ばないを今度飛ばすを両方やんなきゃいけないでしょ。同じ僕も56、60って入れてるけど、同じ打ち方で50ヤードと60ヤード打ち分けられるし、はい、同じ打ち方で近いバンカー遠いバンカー打ち分けられるし、はい、シンプルになる。そうなんですよ、まあ、1本で細工をしたいか、本数を入れてシステマチックにしたいか。なるほど、細工はいずれにしてもしなきゃいけないんです。その細工の種類が多ければ、うん、はい、本数が多ければ掛け算で増えるだけなんです、うん、1本だと3種類しかなかったら3種類しか打てないんで、3試合打てるようになったら2本あれば 6試合打てるってことなので、あ、すごくいいですよね。例えば僕がこれもう20何年前かな、週刊ゴルフダイジェストの飛び込みの一番最初のあのほらペラペラってページがあるじゃないですか、はい、であそこで本当にあのアメリカでウェッジの先生がいるんですよ、ショートゲーム先生。あ、デンプレスさん、はい、デンプレスさんがその 3×3 システム 3×4 システムみたいなものを見たのが多分僕それが一番最初だったんですけど、ウェッジを例えば3本入れてスイングを3種類作ったら 3×3 で9種類の距離が打てるだろうと、そうやってまず距離感作ったら簡単だぜみたいなのが書いてあって、今からもう高校生の時です、20何年前、感銘を受け、それ以来それを一生懸命練習するわけですよ、はい、でスイングはコイルとノンコイルだって書いてあってアプローチは、ね、コイルしないんだみたいなことが書いてあったんですけど、でもやっぱウェッジの本数を増やすとそういうことだと思うんですよね。でよく僕たちが、レッスンラウンド中とかに、じゃあ60ヤードねって言われて60ねこうやってクラブ持ってパンって打ってるのを、まるで何でもどのクラブでも60打ってるように感じてるかもしれないですけど、じゃあ60は多分これのこうやって打ったらいくよっていう自分なりのちゃんと方程式があるから60をピックしてるだけで、まず距離感の話になっちゃうと、皆さん距離感どれぐらい
持ってますかっていう話が1個あるんですよ、はい、例えば56度を持って何種類の距離が打てますかっていう話なんですよ、はい、それがね、はい、だから今58で何も考えないでハーフショットみたいなぐらいの感じで何も考えないで打つと43ヤード、5ヤードぐらいのキャリーなんですよ、うん、そうすると50ヤードはちょっと強く打てばいいなとか、うん、いや、それはいいんじゃないですか、ああ、はい、そのぐらいです、はい、で60ヤード打つときは肩まで上げないとダメだぞとか、あ、でも それでいいと思います、ね、そのまあ振り幅で距離を作るっていう話があるじゃないですか、はい、まあ、それを全面的に否定するつもりは元ないんです、うん、はい、その前置きをさせていただくんですけど、はいはい、これあのさっきのシャフトの話じゃないんですけど、はい、タイミングが取れるところって1個しかないんですよ、みんな、そのタイミングは1個しかないんですよ、うん、でその大きく振り上げようが小さく振り上げようがタイミングは同じなんです、みんな、うん、でその間にしちゃうとタイミング合わないで打てなくなっちゃうんですよ、うん、で心地よく振れる、まあ、結果的に振り幅の変わる、まあ、力感の変わる距離感をいくつも持ってほしいんですよ。なるほど。じゃあ基本的に距離って例えばじゃあ50ヤード打ちましょう、この振り幅でやりますって練習する方多いと思うんですけど、僕がおすすめするのは気持ちよくこれぐらい力感で打った何ヤード、飛んじゃったですよね、43ヤード、うん、もう43とか44とかでいいんですよ、うん、でじゃあもうちょっとこう気持ちよくタイミングよく打って強く打った時にそれが52ヤードっていう覚え方をしていってほしいんですよね。で間はおっしゃるとおりちょっと微妙な力感だけど、でもタイミングは変えないでほしいんですよ。それでロフトを変えれば、はい、そうなんですよ、距離のバリエーションが増えますよ、はい、っていうことですか。で自分が気持ちよく打てるタイミングのクラブにしてほしいっていう話になっていくんですよね。忘れちゃうんだよな書いといてもいいんですよ、書いといてもいいんですよ、書いといてもいいんですよ、いいです、はいはい、そうやっぱあれテプラでこう貼り付けないとそれは芥川方式ね、はい、まあ、もしくはやっぱりこのゴルフってさっきも言ったようにその数字に取られすぎちゃうと、だからこれでやって48ヤードからってやるんじゃなくて、やっぱ見た目の方を重要視して、このぐらいの見た目だったらこれぐらいの一環で届くんだっていうのこの積み重ねなんですよね。野球のキャッチボールとして、ね、本当にそうですね、はいはい、ができればベストですね。レーザー距離計の弊害ですよね。ですね、ですね、はい、近いところ測らないようにしてる。そうそう、もうそれが一番いいと思いますよ。逆に何ヤードだって自分の目測で言っといて、うん、測って答え合わせしてます、はい、いつも。で、これは打ち下ろしとかだとすごい有効なんですけど、あ、なるほど、砲台の打ち上げでピンの根元が見えないと感覚が出ないんですよね、はい、うん、まあまあまあ、それ、まあ、それはしょうがないと思います。であとやっぱライとか風とか全然変わってくるので、どうやってこう入れられるかっていう話につながってきますから、まさか自分のタイミングのいいこう打てるハーフショット、フルショット、クスリークォーターとか覚えていくのが一番だと思うんです。それが番手が変わる、まあ、ロフトが変われば距離も変わるという覚え方をしていただきたいですね。そしたらじゃあ3本入れた方が有利になる。例えば同じ60ヤード前後の距離が打てる自分のそのポジションがあったとしてね、ロフトが立ってるものでその距離を打つときってスピンが若干少ない球になりがちだし、ロフトが寝てるものでその距離を打つときはスピンが多い、はい、で球質まで変えられるようになるので、そうなんですよ、はい、でこの同じ60ヤードなんだけどピンが奥にあるから手前から転がしていくイメージでいこうかとか、はい、ピンが手前だからしっかりキャリーで生かそうとかっていうこともできるようになるから、はい、じゃあ3問、はい、買います、ありがとうございます、買います。でソールをどれを選べばいいんだって、はい、ロフトとソールがどうすればいいんですか理想はさっき申し上げた525660が一番やりやすいんですよ。525660、はい、が一番やりやすいです。セッティングしやすいですね、はい、今そうするとピッチングが45度ぐらいですか、はい、なのでウェッジが決めるとしてそこなんですよ。46度、ウェッジから決めるとウェッジのロフトが決まってくるので、はい、それに対してアイアンのロフトも決まってくるんですよ。52の次だから46ぐらいは欲しい、ね、そうですね、はい、48でも本当はいいんですけどね、48515560かな、はい、ソールはどうしたらいいですか。ソールは基本的には、まあ、56度ってやっぱサンドウェッジって考えてほしいので、はい、まあ、バンカーで一番出しやすいものっていうふうに設定にしてほしいです、はい、ってなるとおのずとバンスは多めの方が、バンス大きめ、はい、いいと思います。バンスが大きいやつと、はい、広いやつと、はい、
大きくて割とそんなに広せあの幅がないソールと、はいはい、広くてマウスがちっちゃいやつっていうのはありますけど、はい、あれそれはどういうふうに選んだんですか。しっかり打ち込んでほしいって先ほどのアイアン流れもあるんですよね、はい、ってなってくると実は幅広ソールってこれちょっと言いづらいところなんですけどちょっと下から入る人向けなんですよ。後ろがすくってくれるんでダメではないんですけどもこうきっちりこう入れられる人か少し下から入る人が打ちやすいって感じる方なのでであればこう幅はあまりなくてそこにしっかりバランスがついているものの方が合う人は多いと思います。はい、逆に言うとアプローチで悩んじゃったりとかどうしても下から入るミスでどうしても減らせない人はちょっと幅を作ってあげた方がそこでうまく滑ってくれるよねっていう話になるんじゃないかな。基本的にはその、まあ、例えば、まあタイトリストさんなんかでいうと 56F っていう一つ基準の形があって、はいはい、でそこから例えばそのプロのまあ要望に応じて削っていって、はい、そのプロごとのそのソール形状がまあその後の M とかなんとかってこう展開になったと思うので、はい、基本はだから F グラインドみたいな一番そのバウンスがしっかりついててあんまり削られてないその平面的なやつの方が多分基準になるんだろうなと思いますけど。そうですね、まあ、あのタイトリストの宣伝になっちゃいますけど56-14F がボブ・ボーケー氏が考えるサンドエッジはこれですよって形なんですよ。あれがあれを基準にしていただくと一番優しいかな、まあ、選びやすいかなと思います。他のメーカーも近いものがあるのであの近いものがやっぱり一番バンカーに適しているというふうに考えていただけると嬉しいですね。よくこう上級者の人が昔のウェッジって、はいソールの真ん中だけ削りたいって言うことですよ。コンケーブですね、はい、あれなんでああいう風になってるんですか。はい、あれはですね基本的にソールあれもバウンスを使いたいっていう意思表示で結局手前がないとあのウェッジあるかなだからここが丸いとこっちに先に当たりやすいんですよ。でこれ真っ直ぐだと強調してここが先に当たりやすい特に開いた時にバウンスがすごい使いやすいんですよ。ただでペッタンコだとここがちょっと尖ってくるのでリーディングのところが刺さりやすいっていうところはありますけどもいわゆる開いた時にバウンスを強調して使いたいっていう時にこういうソールを選ぶ方が昔のだからリンクスのマスターなんかもぺったりですよね。あれこう開いた時にこう当たるんでバンカー出やすいっていう話になってたと思うんですね。5人はまあフルショットもすることもあると思うので F でいいと思うんです、まああのボーケーの F しかないっていうところありますけども、まあ、5人に何を求めるかなので、はい、なんか5人の8度と12度かな、はい、F で、はい、あれそれはどういうふうに選んだ。バランスは基本的には多めの方がいいですね。あの世の中に、バランスが、多くてダメな人は実は存在しないんですよ。でもバランスが少なくても打てる人がたくさんいらっしゃるので少ないのを選ぶ方は多いんですけど基本的にバランスが多くでダメな人はいないんですね。その球筋が変わっちゃうとかご要望に応えられないショットが出ることはもちろんあるんですけどもバウンスは邪魔じゃないんですね。あの基本的に14度ぐらいだったら普通にこう立てて入ればさっきの10度じゃないですけどアイアンで10度も立つってことはあのウェッジはもっと立って入る方もいらっしゃるのでそうするとバウンスはほとんどない方が多いんですね。インパクトでなると全然バウンスは多い方が、はい、打ち込みるようにもなりますしね。ここは難しいと思うんですけど、52、56、60、はい、60がどうしたらいいってこれが、ね、そうですね。そこも本当目的が何かで決まってくるところだからまああの冒険なんか特にそうなんですけど60度が一番ソールが多いんです。種類がではいろんな方がいらっしゃるっていうことになってくるので、まあ、60度をバウンスを多くするっていうことは、まあ、60度も結構メインで使いたいのかなとか、まあ、バンカーもこう飛ばしたいのかなとか思ったりする方は60度ハイバウンスにしたりとか逆にもう本当にもういろんなライとかあの硬いところが多いとかそういう方はバウンスを減らした方がいいとかそういう流れにはなっていきますね。60度は入れてくださいって言うんですけど、60度を1回も1日使わなかったらスコアいいですよって言い方するんですね。なのでピンチに登場するからですからね。ピンチの1本なんでそれを想定していただいてあの時にこういうショットが打てなかったから60入れたいっていう動機で入れてほしいんですね。もしかしたらその遊びのラウンドとかは別にあの普通に回ってくれるようなコースだったら60抜いちゃうって点もでそういう意味でもセッティングって52、56、60にすると60で抜き差しもできたりするんで持ってかなくてもいい。そうなんですよね。はい、
覚悟決めて抜いちゃうっていうのもある。まあ試合とかだったらそういう場面もあるので、まあ、60入ってないと心配だと思うんですけど。割といろんなその、はい、なんですか、寝かして使うとかっていうことが多い。60でも寝かして使うとか、はい、結局硬くて速くて止まらないから、はい、止めるためにはもうそれしか方法がないってだけだと思うんで、そうすると割と上級者の人は番数少ない人ものを選ぶ、飛ばないくするためにその削っていって当たんないようにっていう、はい、あの覚えてますか、あの茅ヶ崎をラウンド動画撮った時の最終ホール、はいはい、僕と小山さんがグリーン奥に外して、はいはい、奥で僕小山さんはちょっと立てて当てて、はい、ちょっと前にワンピン奥で行って、はい、で僕が本当寝かせて、はい、あのふわって行って手前止めたじゃないですか、はい、ああいう使い方がしたいかどうかだけだと思うんですよ、ね、奥からね、あの局面で、あの局面で助かるにあれしか方法がないんですけど、あれがもし60がなかったらできない、茅ヶ崎なんか特にあの上田治さんの設計だと今もちょっと変わっちゃいましたけど、バンカーがだいたい左下げに止まるじゃないですか。でもこのラインになっちゃうともう60ないともうてんてこまいなんですよね。そういう時に必要ですし、で逆に今おっしゃったように例えば奥ピンで狙っていかなきゃいけないシチュエーションになった時に外しても寄るっていうウェッジがあれば狙っていけるんですよ。でも外しちゃうともうクラブがないなってなるとやっぱ手前に刻んでいかなきゃいけない、まあその方がスコア的にはいいかもしれないんですけど、まあ、そういうゴルフのメリハリも変わってくるのでいう言い方で、まあ、60度入れてくださいっていうことは多いですね、はい、だから一応まあ鉄板、まあ、まあ PGA ツアーでも今流行ってるんですけども、56度のハイバンスと60度のローバンスを組み合わせるっていうのが今流行ってますね、はい、それはもうアマチュアでもそうなんです、有効だと思います、はい、役割を明確にしてそうなんですよね、使い道がはっきりした方が分かりやすいですし、ローバンスのデメリットっていうのはどういうところ、まあ刺さりますね。刺さります。まあ、あと下抜けちゃいますね。飛ばない、はい、飛ばないから、はい、でも振らなきゃいけないんですよ、ね、はい。でも振れないんですよ。だからショートしがちになるのかなっていう。でクラブが浮かせてくれるっていうことを信じてれば、はい、自分で浮かせに行く必要ないんですけど、はい、やっぱ自分で浮かせに行くんで、ローバンスとかとちゃっくりしちゃったりとかっていうことは多いんじゃないかな。あとこう。割とアマチュアの方に多いのは地面に対してリーディングエッジをピタッとつけて構えたがる人が多くて、はい、いやそのバウンスってさみたいな会話があるんですけどそうです、ね、飛行機が着陸するのによく例えるんですけど、着陸の瞬間って必ず機首上に向けてるじゃないですか、で後輪がビュンってついてバタッてついていくじゃないですか、ウエッジも同じように考えてくれればリーディングエッジ浮かせてないと墜落するってことが理解できると思うんですけど、みんなリーディングエッジから行くんで墜落するんですリーディングエッジが上向いてる状態でソールが地面に当たってきた時に初めてそいつがこううまく機能してボールをうまく捉えられると思うので、まあ、石井さんにも言われましたけど、その前に三上さんにやっぱりあの構える時にシャフトまっすぐ構えてくださいって言われて、ウエッジの方は、はい、割とでもそのアマチュアの方ハンドファーストにしてボール右に置いてこうなんか突っつくような打ち方をする人がすごい多くて、もちろんそれでも打てるんですけど、まあ、それでうまくいかない人も結構いて、うまくいかない刺さってんなみたいな人はやっぱりちょっとまっすぐにした方がそうですね、あとはまあリーディングエッジから入れた方はやっぱバウンス増やしてくださいローバウンスで右を置いたら最低最低刺したいのかなと思いますね、はい、で刺さったって言うんですよはい、そうですよねしか言えないですよねコントです多いって刺したい人はローバウンス直火に当てたら焦げたんですみたいな焦げるよねそうなんです、でも刺さると本当嫌だからね、はい、アプローチにやっぱ悩む人ってどんどんロフト増やしてだんだんバウンス削ってなくなっていく人が結構多くて、それだけロフト減らし増やしてバウンスなくしたものを左足のよりも左に構えて打てるならいいんだけど、右足の上に置くでしょう、うん、なんかねその方がこう直接コンタクトできそうなイメージがあるんだよね、ボールとこの地面との隙間のこのデルタ地帯にこうリーディングエッジ入れたくなるんですよそう、でも右に置けば置くほど解きやすくなるそうです、まあ、ロフト立ってると人間ってやっぱ上げたくなるんで余計すくうんですよね、はい、一回左足に置いてみ、はい、見たらいいんだよね、左足側にね、
ピッチングウェッジとかでね、アプローチ練習してもらうんですよ、はい、割と真ん中に置いても打てるんですよ、うん、で打てるようになってから例えば56とか渡すと、ほら同じ打ち方でボールが浮くでしょって理解してもらった方が、そうですね、ウェッジはだから選び方を、うん、まあ、フィッティングの時に必ず伝える時に選び方ももちろん重要なんですけど、まあ、そのウェッジの使い方をご説明することが多くて、もちろんバウンスの効能の座学でやらせていただいたようにやるのも大事なんですけども、やっぱりもう一番勘違いされているのはやっぱボールを直接打たなきゃいけないとみんな思ってらっしゃるんですね。でも構造上これあのこう当たった時に必ずソールって一緒に触れるんですよ。でこれを皆さんダフったと思われちゃうので、どうしてもボールだけ行きたくなるからトップしたり刺したくなっちゃうんですね。ですけどこれ一回このあのソールがポンと当たってボールもちゃんと当たってるっていうのを体感すると、これでいいんだってなるとバウンスの使い方が分かったりするんですよね。まずそこを乗り越えないと実を言うとクラブって選べなかったりはします。はい。三上さんの、はい、ウェッジ講習会、はい、ウェッジセミナーをシダル TV で主催して、はい、ありがとうございます、やりたいと思います、はい、ぜひ、ね、その辺の告知はまた、はい、また続報を、はい、ということで、あれここに出ないの。確かにそれはそれであの、ね、見てみたいなのあれをやりますので動画を撮りますので、はい、テレビの撮影とか一番これが好きなのが出てないのに、詳しく聞きたい方は続報を待ってください、ぜひ、はいはい、はい、バンカーって苦手な方すごい多くて、はい、バンカースペシャルみたいなクラブっていっぱい売ってるじゃないですか、はい、I2 とかもそうだし、はい、まあ、ドルフィンエッジなんかもそんな一部だと思うし、はい、出るんだとか、ああいうのもそうだと思うんですけど、そういうのをこう選んだ方がいい人とか、はい、またこういうの選んだ方がいいとか、バンカー苦手な人は。そうですね。まあ、このフィッティングの先ほどのお話でフィッティングイコール、まあ、半分ウェッジのエデュケーションが含まれてるんですけども、そういうのが受けられない方はありです。あ、ウェッジの使い方がしっかり分かってきて、バンカーってこうやって打ったら出るんだよって分かってくると、そういうものが必要なくなってきます。バンカーって一言に言うじゃないですか、はい、まあ、砂場じゃないですか、うん、でも例えば砂の粒子が粗いか細かいか、パウダー的なやつなのか、ジャリジャリしてるやつなのか、砂の量が多いか少ないか、ウェットかドライか、まあ、多分いろんな環境によって入れ方とか機能が変わってくるんで、あのいわゆるバンカースペシャルが邪魔なバンカーもいますし、はい、その全てのバンカーが同じ打ち方では多分ないはずなので、はい、その砂のリアクションが変わってしまうと思うので、うん、その時に、有用ではない場所が存在するって分かってるんだったらいいと思います、うん、ただそれもこう使い方で変えられるので、これが分かってくると5614で十分なんですよ、うん、はい、ウェッジで最近こう古溝的なものが、あ、はい、まあ、流行的のかな、流行ってると思いますし、あと配当、はい、まあ、まあ配当は多分 PI2 とかああいうのが、ね、多分キャロウェイさんがこういう感じですね、オマージュじゃないけど作ってると思うんですけど、はい、ああいうのの有用性みたいなものを感じることはあるんですか？あ、もちろんですね、やっぱりウェッジって本当にこれはそうじゃないですけど、どこに当たるかわからないんで、はい、こっち側に溝があるっていうのは僕はありだと思うんですけど、ボーケーさんがやらなかったのはでもそれってまっすぐ構えにくいでしょっていうところから来てますね。じゃあここはそのまっすぐ構える、そうですね、やっぱりこのマスキングのラインってこう構えやすさを象徴してるので、うん、まあ、でない方がいいんじゃないのっていう考え方で、まあ、これがダメっていうことではなくて、うん、まあ、メリットデメリットがありますよって言い方をしてますね。でこれも同じで、こっちがやっぱり開いていくと本当にここに当たるんですよ、ロブショットって、ね、だからこっちが広くなるっていうのは僕はありだと思います。でもう一個、うん、ウェッジってそのシャフトの重さ、はい、アイアンは950だけど、ウェッジは DG みたいな人とかもいると思うし、はい、アイアンとウェッジは同じシャフトの人もいるし、考え方としてはどういうふうに考えたらいいのかな。はい、やっぱりウェッジはフィーリングのものですし、うん、まあ、フルショットよりもコントロールショットの方が多いので、うん、まあ、それがやりやすい重さっていうのは確実にあると思います、うん、ですけども、これはつながりという話になってくると、アイアンとかけ離れてしまうと、まあ、同じゲームの中で使っていくとそれだけが違和感になってミスする方もたくさんいらっしゃいます、うん、一応僕はフィッティングの経験上学んだことで、950ですが、 90g 以上のシャフトの人は、アイアンがですね、アイアンが 90g 以上のシャフトの方は同じで大体大丈夫です、うん、
それより軽い例えば60とか70とかカーボン使っている方は少し重めにした方がいい方が多いっていう傾向はありましたね。アイアンに対して、そうですね、ウェッジの方が、アイアンが軽い人はちょっとウェッジをちょい重めにした方がいいと、境界線950ぐらいのイメージですね。アイアン950だったらもうウェッジも950で同じでいい方が多いです。はい、ただしでもさ、ダフった方が多い。だからウェッジも9号で揃ってたら同じくらいに打ってたんじゃない。可能性はありますね。ただもちろん目的にもよるので、例えば先ほどの525660というセッティングだったら52まではアイアンと一緒で、まあ、560はよりもっとこうウェッジに特化したいんであれば少し重くするというのはありだと思います。あと、あのウェッジで意外とみんな知られてないのが、来角すごい重要なんですよ。まあ、当たり方なんで、あの、まあ、どこのクラブもそうなんです。来角通りにしっかり入ってきたことによってバウンスってしっかり設計通り使えるんですね。もちろん開いたりもいろんなことをするんで、もうこの基準にするところは難しいんですけども、やっぱりそのきちんと設置するように、あの来角合わせないと、もう使いやすいウェッジにはならないんですね。で、大体の方は基本的には、ピッチングと同じかちょっとフラットにしてもいいぐらいなんですよ。短く持つこと多い、まあ、あとはスピードも遅いんで、そんなにこう減っても上がってこないんですよね。なんかちょっとフラットにした方がスピンが増えるんだみたいなことを言われたことがあります。あの、ね、フラットにした方がソールが当たりやすいんで、バウンスも使いやすいんで、スピンが増えるっていう、こう当たりが良くなるっていうことはありえますね、はい。ウェッジでこう打つ、まあ、もちろん打ちたい球筋にもよるんですけど、はい、真ん中で打ってるつもりが先っぽにしか当たらないウェッジってことがあったことがあるんですけど、はい、そういうものなんですか。ウェッジは別に先、ウェッジというか、まあ、あの打点は、まあ、その全体のクラブ的に真ん中で打たなきゃいけないものではないの で、 でウェッジはその飛ばなくする工夫として、はい、外に当たるというのはありだと思います。あまりもこう、ね、溝から出ちゃうだったらですけど、はい、どうしてもたまたまあるウェッジが、はい、絶対先っぽしか当たらないのかなって、はい、何なんだろうこれはと思って、はい、僕あの究極的な話で、本当手首をふにゃ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 こうやって、はい、で内角通りにクラブを置かって手首だけで動かしてもらうと、結構みんな普通にアプローチ打てるんですよ。でアプローチイップスだとかいう人たちの多くが結構手がいっぱい横に動いちゃって当たらない人が多くて、ヘッドの運動が少ない、そうヘッドを使おうねっていう、自分は動かなくていいからで、そうするとなんかこうすごい初心者の人が手首だけ打ってるみたいな感じに見えちゃうんだけど、はい、そこに若干ちょっと胴体の動きを入れてあげると、もうほら、誰もバレないでしょっていう、究極は青木さんだと思いますよ、うん、青木さん、そうです、はい、その方がチュルッといく、そうです、はい、いかにヘッドに仕事、いやクラブに仕事してもらうかって考えた方が、はいはい、なので自分の動きばっかりみんな気にするじゃない、気にするし、なんかショットにほら変えようとかスイング改造しようとか思ってる時に、なんかショットと同じ動きもウェッジでやんなきゃいけないのかなっていうふうに思っちゃってて、ウェッジも別物だなと思う。もう僕はアプローチって言われてる部類とショットっていう部類はもう完全に僕は切ってるので別な動作だと思ってます。何ヤードぐらい、それが自分がアプローチって動作で飛ばせるのがどれぐらいかっていう、まあ、さっきのデイフェルスのコイルノンコイルじゃないけど、やっぱディロフトしてって球飛ばしに行くっていう動作と、要はむしろ飛ばないことが優位だっていう、だからむしろ60度のウェッジを、まあ、これはちょっと話が、まあ、まとまりかけてたのにあれなんですけどダイナミックロフト何度アプローチしてるんだっていう概念は実際レッスンの中で話をしていて、だいたい56打ってる人が56で打ってるのがほぼないんですよ。56で持った人はだいたい48度とか46度とか下手したら30度近くで打ってる人もいて、56を56として使うとこんなにボールが浮くんだよっていうのを見せるとみんな結構びっくりしてて、トラックマンとかでそれを見るとちゃんと出るんですよね。シャフトまっすぐにして構えてその通りに当てるってなるとロフト通りになるってことですよね。で本当の本当そのダイナミックロフト その角度によってその球の初速が変わるので、そのいわゆるドライバーではスマッシュファクターが 1.5 だが 1.48 だって言いますけど、逆にウェッジショット飛ばしたくない時には 0. いくつになるんですよ、うんうん、だそういう、こうロフトのメリハリ、立てる立てないみたいなものの管理ができるようになってくると、ドライバーも飛ぶようになるし、はい、ウェッジは今度止めやすくなるしっていう、ゴルフが上手くなるのってこういうことなんだろうなっていうことを最近すごい思ってて、だからウェッジから始めてほしいんですよいろんな意味で、だからウェッジで飛ばすこともできるし、はい、ウェッジで止めることもできるし、はい、って使い方を覚えていくと、やっぱりあの経験上ウェッジで始めた方の方が上手くなるの早いですか。あのちゃんとした統計は僕は取ったことないんですけど、パターから始めた人に僕の場合にはスクラッチプレイヤーが多いです。
アメリカとかファーストティープログラムパターから始める。あのジュニアとかは、あの大体あのアメリカって何が起こってるか、その結局お父さんがメンバーになります。で家族をもうただで回れるんですけど、条件があります。このテストを通ってくださいっていうのがアプローチのパターンなんですよ。この輪っかの中に入れてくださいねって、それができるようになったらラウンドしていいですよってやるんですよ。最初ウェッジとパターを必ずやるんですよね。でもパターで例えば30センチ子供に合わせると入った範囲になる、はい、で入るようになったらじゃあ1メーター、2メーター、うん、いつもグリーン出ちゃうじゃないですか、はい、じゃあここから初めてじゃあピッチングウェッジ乗せようかとかってやって覚えた方が、うん、穴に入れるゲームだってことを理解するんで、はい、ドライバー発進だとそこに行く前にもう不作な采配出してるんですよ。穴に入れるゲームをやっていった結果遠くに行ったからドライバー使ってるだけで、はい、じゃあね、ちょっと上達伸び悩んでる人はもう一回そこから見直すと、はい、ありがとうございますよ、はい、まあ、特にスコア的に伸び悩んでる人はグリーン周りなので、うん、結局は最後の最後、はい。